ようこそドラゴンズクラウンの世界へ。冒険へと旅立つ君に、この世界の魅力を余すところなくお伝えしよう。冒険者のクラスを選び、カラーやメッセージをカスタム、好みのキャラメイクが可能だ。クラス別に存在する武器を装備することで、見た目や性能が大きく変化。冒険で得たスキルポイントでスキルを習得。君だけの冒険者を育てよう。冒険の舞台となる恐ろしい迷宮には、数々のトラップやギミックが君を待ち構えている。美しくも獰猛な魔物たちと戦い、迷宮の奥に眠る宝を目指せ。宝には6種類のトレジャーランクがある。より貴重な宝を目指し、何度でも迷宮へ挑め。冒険の拠点となるハイドランドの町で、君は様々な人々に出会うだろう。魔法道具屋の女主人モルガンは、アイテムを売買、武器修理、鑑定を行ってくれる。装備には耐久度があるので、モルガンには世話になることだろう。カナン寺院では、迷宮で拾った遺骨を復活させることができる。女神像に祈りを捧げれば、冒険の手助けにもなる。ギルド長サミュエルから、さまざまなクエストを受けることができる。クエストの報酬として得られるトレジャーアートをコンプリートしよう。ドラゴンズクラウンプロでは、本作1本で最大4人までのマルチプレイが可能。ネットワークにつなぐことで、世界中のプレイヤーとのオンラインプレイを楽しめる。オリジナルのプレイステーション3版、プレイステーションビータ版とのクロスマルチプレイも可能。もちろんオリジナル版のセーブデータを引き継げる。全14種類のゲームマスターボイスや、オリジナル版とオーケストラ版の BGM を自由に切り替えられるので、自分好みに選んで冒険を楽しもう。長旅の疲れはキャンプで癒そう。冒険で得た食材を使って調理が可能だ。調理方法や調理器具によってメニューは様々に変化する。完成品を食べることで体力やステータスが上昇。調理も最大4人でのマルチプレイが可能だ。オリジナル版のアップデートで追加されたダンジョン、無限の天狼。どこまでも続くこの地で、誰も見たことがないトレジャーを掘り起こし、伝説の冒険者になろう。本当に強い戦士は誰か。クリア後に解禁される闘技場では対人バトルが可能。冒険で磨いた腕を試そう。まるで絵画のような息を呑む美しさと、冒険心を刺激する要素がふんだんに盛り込まれたドラゴンズクラウンの世界が今開かれる。さあ、準備はできただろうか。剣を振るい、魔法を操り、冒険の世界へと旅立とう。ドラゴンズクラウンプロ。2018年2月8日発売。先着購入特典でデジタルゲームブックもらえる。限定版ドラゴンズクラウンプロロイヤルパッケージ。豪華トレジャーアートボックスに CD3枚組、オーケストラアルバム、スペシャルブックレット、デジタルアートコレクションを収めた究極版。